これでバッチリパーフェクトなはずよ。それでこの日の夜ホテルに宿泊になるんですけど、あの寝起きドッキリってあるじゃないですか。寝起きドッキリ、あれ今回の企画に入ってまして、あマネージャーさんから許可もらったんで、寝起きドッキリって初めてですよね。あれってやっぱり最初にこことお伝えしとかないとあのうまくいかないんで、内容はまあ、あえて詳しく説明しないですけど、あの、まあ、寝起きドッキリがあるとだけお伝えしておきます。で、あのこの日あの朝6時半に行くんで、あの部屋のチェーンだけ開けといていただけると。わかりました。とうとうこの日がやってきた。アイドルなら誰もが通る道という寝起きドッキリ。私にも当然その覚悟はできている。いや、むしろ待ち望んでいたとすら言ってもいい。寝起きドッキリでどうやって爪痕を残すのか、そんなシミュレーションすら日々自分の部屋で重ねていた。キャラクターのアピール、この世界で何よりも大事なこと。かつていろいろなアイドルたちが寝起きドッキリで爪痕を残しチャンスを掴んでいった。明日は近頃では珍しいガチの寝起きドッキリ。これは大きなチャンス、アカネ。このホテルの部屋こそが明日の私の戦場。ここから私は大きく羽ばたくの。 I can fly。 どうすれば一番パーフェクトな寝起きドッキリを演じられるのか。自分のキャラを売り込むにはいじられることがとにかく大事だから、私は小道具にもこだわった。しかし決めきれなかった。うっかりこんなに持ってきてしまった。え、何その荷物、一泊だよ、と驚くスタッフさんをごまかすのは大変だった。寝起きドッキリをパーフェクトに仕込んでくるあざとい女なんていうのはスタッフにもまだバレてはいけない。清純でまっすぐで、でもちょっと隙がある可愛らしい茜。私が目指すポジション。茜さん、すいません、予定より早く出発することになっちゃって。はーい。昼のロケは無事に終わった。しかしどこまで撮れ高があっただろうか、どこまでオンエアされるのだろう。やはり寝起きドッキリで失敗するわけにはいかない。よし、まずは定番歯ブラシの準備は完璧。こうしてすぐ目に入る位置に歯ブラシを置けば、レポーターは最初に入ってきて、まずでん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 。さあ、まずは定番の洗面所チェックですよ。お、これはこれは使いたての歯ブラシですね。貴重ですよ。お約束の言っちゃいますか。いきます。これよ、これも外せない。そして VTR を見ながらのスタジオトークになったら、私これ知らないで朝ごはん磨いちゃったんですけど。完璧。服の扱いは難しい。私は普段は脱いだ服はもちろん綺麗に畳んでおく。シワがつくなんてありえない。しかしそれではいじりがいがない。やはりここは乱暴に脱いであった方が取れ高があるし、ちょっと隙がある私のキャラに親近感も湧いてくると思うの。おやおやおや、これはいけませんね。普段のイメージからはほど遠いですが、これは意外な一面が見れちゃいましたね。これよ、こういう親しみやすさこそが愛され女子。こんなプライベートなアピールは寝起きドッキリでしかできない。そう、ギャップ理論、現代のキーワード。意外な一面を作るということが女子にとって非常に重要。
おしゃれな私がパジャマは意外にもジャージ。しかしさすがにやりすぎかしら。とっつきやすさはあるかもしれないが、しかし女子力も下がりすぎたような。いつも寝ている格好をしてみたけど、やはり面白みがないわ。これでは普通すぎてレポーターの人も拾いようがない。やっぱりこっちの方向がいいわね。いじりづらいかもしれないけど、アピール力は抜群のはず。女子力たかし。レポーターとのファーストコンタクトだと思えば、ベッドでの寝相にも手は抜けない。一体どんな寝相がいいのかしら。こんなのとか面白い系とか、ピーン、いやないか、ちょっとわざとらしいな。わかんなくなってきた。いやこれだ、シンプルにこれでいいんだ。足の裏を出しておけばそこをくすぐるとか、レポーターの悪ふざけも自由自在だ。なんて使いやすい私、リアクションも取りやすい。よしこれでいこう。結構いい時間になってしまった。でもあとは最後の仕上げだ。飲みかけのペットボトルを置いておくのもレポーターへの気遣い。ドアからも見えやすくて不自然じゃない位置はどこか。レポーターはドアというドアを開けたがる。だからこうしておしゃれな服をかけておけば無理のない自然なおしゃれアピールができるはず。一応持ってきたこれももう出してしまおう。ギャップ理論、ギャップ理論。できることは全部やっておくの。ああ結局朝になってしまった。ほとんど寝られない。本当の寝起きになっちゃうかな。でもこれでバッチリ、パーフェクトなはずよ。これでパーフェクト。